の時ポイント頭がおかしくなってくるのさ。小さく狭く窮屈な部屋はまるで囚人の獄門みたい。東京はまるで囚人の街さ。アパートはまるで刑務所のようさ。狭い部屋で一人研究は明け暮れていると頭が狂うよ。一人で孤独に研究していて自分をずっと追い込んできたよ。それこそが研究で頭は崩壊する。